こんにちは確かにね私の久保哲郎のローと吉谷拓郎のローっていうのは奇妙な巡り合わせでこのローがね月で書かれてることによってぐっと親近感って増すんですよで今までお互いいろんなローに出会ってきたと思いますローっていう漢字を持つ人にでも多分今手持ちにそういった方っていないと思うんですよでこのローっていう漢字何度間違えられてきたことか そのぐらい人々の先入観っていうのはですよねで、漢字としてはそんなに難しくないはずなんですよこの「月」で書く「ーっていうのがでもなぜか小里編の「ローを当たり前のように書かれてしまうことにちょっとしたね残念さはありますよね月編の「ーを持つ身としてだからこそ同じ「ーを持つ人間に会った時に「分かるわ」みたいになるわけですよねでしかもそこに対してシンパシー感じるところに「 気が合うなっていうこの言葉をかけることによってお互いに気合うよねみたいになってきてねさらにさらにこう親近感が湧いてそれをなんか引き寄せているっていうふうに言うこともあるのかなと思うんですよね。ずいぶん昔の例ですけどもあの外人部隊っていうのがあってその外人部隊っていうのはお金でで雇われて戦う兵隊のことなんですよね通常兵隊っていうのは自分の生まれた国のために命を張るんですけども。 でも経済的に貧しいのに戦争状態に入っちゃった国っていうのは命を投げうって金のためにあの戦争に参加する外人部隊のフリーランスみたいなのがいてエトランゼってやつかね、まあ、それがあの集まって外人部隊っていうのを作るわけですけどもそれこそ国籍もバラバラだし階級証はないし、えー、上下関係もないしみたいな感じでね戦うんですよね。 でもその中で日本人のパイロットとそのベトナム人のパイロットがいるんですけどもちょっとだけね気が合うんですよねなぜかっていうとほとんどの人は中東とかあ欧米の,その外人部隊の中で同じ東洋人っていう共通項を見つけるんですよでも言葉も別に自国民の言葉では通じずにまあ大体フランス語らしいんですけどね共通語はまあでも同じ東洋人ってことでちょっと気が合うみたいでね だからそういったその共通項をどんだけ見出していって、えーまあ、比較的こっちの方が気が合うよねっていうふうに探していけるかっていうところもまあで、えー、吉谷さんも言われてたけど私も同じで情報発信することによってそしてそれをビジネスにすることによってあのやっぱりこうね嫌いな人とか嘘っぽいことを言ってる人から商品買ったらお金を払わないと思うんですよ。ですんです少なくとも 私は吉谷さんの商品を買う人っていうのは私は吉谷さんのことに信頼を抱いているもしくはちょっとね気になる存在で、まあ、好きとまでは言えないけども気が合う人だから買ったりするんじゃないかなと思うんですよねで当然私たちも自分の心を込めた商品を買ってくれると買ってくれた人に信頼を抱くしうんやっぱりこう徹底的に尽くしていこうと思うしねで、えー、感謝もできるとで商品買った人も売ってくれてありがとうみたいな状態になって こんなななななチャンスはなかなかいないぞみたいな感じでねやっぱこう何十万でお金も払っていただけるんだと思うんですよ。ここに強い信頼関係とと引き寄せのの法則があるのかなとつまり私の商品はこれですっていうふうにはっきりと表現することによってその商品は私のものですっていうふうに、えー、購入を決断する方がいらっしゃってまさに気が合う引き寄せがそこにあるのかなと思うんですよ。だから引き寄せの法則っていうのはなんとなくほっといたら集まっていく同族意識っていうのもありますけども意識して作るところもあるのかなと。 そしてビジネスっていうのはそれを意識して意識して意識して意識させて商品とお金の交換っていうところに行き着くわけなんですけどもその段階の前には必ず気が合うとかね納得できるとか気づきがあるとかっていうあの精神的なメリットをどん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 あの感じていただくってことにその秘密があるのかなと思います、まあ、どちらにしてもねこの「ろう」という感じ月という作りで成り立ってますけどもこれによってね私と吉田さんの関係っていうのは 通常の A っていう名前と B っていう名前が存在してそれでもいいんだけども、ローが同じことによってぐっと狭まってるんじゃないかなと思うんですよね。これからもよろしくお願いします。